皆さん、重い荷物を運ぶときってどうやって運んでいますか？手で持って運ぶと腰がキクってなったり大変ですよね。そんなときに便利なのがこの平台車。この平台車を使えば重い荷物を楽に運ぶことができます。固定ロープ、車輪、トリセツ、平台車4個セットは耐荷重200キロ、積み重ね可能、360度回転キャスターと機能性に優れた商品です。41センチ、27センチ、地面からの距離11センチ。ここからは実際に使ってみての感じた感想なんですけども、4個のキャスターは全て360度回転で床を傷つける心配なし、小回りが利き、移動時もとても操作がしやすいです。まずこの耐荷重の強さです。約200キロの耐荷重があるので、重い荷物を運んでも安心して移動することができます。平台車には滑り止め加工が施されているので荷物が滑りません。またこちらとてもいいのが連結できる点、持ち運ぼろの大きさに応じて連接することで大きな荷物にも対応することができます。79センチ、52センチ。連結方法はとても簡単、側面の突起に穴を差し込むだけで連結することができます。ただ4つ付ける際は順番がありますのでお気を付けください。組み立て次第でこういった4つに伸ばすこともできます。高さがある荷物、積み重ねた段ボールには最初から付属してます固定ロープ、こちらを使うことで落下防止にもなります。本体なんですけども、移動時この取っ手部分を持って移動することが簡単にできます。掴む部分がたくさんついているところも嬉しい点です。使わない時や角や隙間に簡単収納ができます。いかがだったでしょうか。こちら平台車4個セットは安心の耐荷重200キロで簡単連結もできて機能性に優れた商品です。重い荷物を運ぶことが多い方や狭い場所、荷物移動に便利な平台車を探している方にとてもおすすめです。以上、平台車4個セットのレビューでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。興味ある方はぜひ概要欄へ GO!